いいえ、アメコズです。スシローです。スシーが行くわー。はい、というわけでね、今回ちょっとこの画角見てもらえば分かると思うんですけど、よろずくん不在で撮影していきたいと思います。はい。北海道かな？なんか裕福な旅行行ってるらしいので、うん、今回スシローに行きたいと思うんですけど、まあただね、スシロー行って寿司食べて、はい帰りますっていうのは、アメコズらしくないじゃないかと。まあまあそうしたいけどね。スシロー行って寿司を食べに行きたいと思うところなんですけど、うん、今回はスシローで寿司以外を食べていきたいと思います、うん、で一応ね、昨日ね企画をする段階で、うん、ソータが、まあ、ラーメン食べたいなっていう発言をポロッとしたのよ。だからまあラーメンでちょっといろいろ企画をねみんなで練っていった結果、スシローでラーメンを食べようじゃないかと。これちょっとラーメンキャラをね押し出していこうと思ったんだけど、一応ね、食べるものがね、それぞれ決まってて、うん、元田は、揚げ物で対する僕なんですけど、うん、デザート。で、なんなら、多分サイドメニュー系じゃん、今俺たちが上がったやつって。だもしかしたら、売り切れとか見れるかもしれない。あー、それはちょっと楽しみかも。じゃあね、それでは、これからスシローの方に、寿司以外を食べに行きたいと思います。はい。ごめんなさい、頼んでいこうと思います。はーい、お願いします。ちゃっちゃと行こう。俺、今、ラーメン好きだもんね、これ。ラーメンマジ好き。ミルクレープ6入りました。名前ラーメンどうですか？いいっすか？でもラーメン屋じゃん、こんな。ラーメン3つ行きました。120円めっちゃ食えるな。ポテトが15。ポテトが15。はい、いただきました。寿司屋の回転寿司のラーメンマジ美味しい。ポテト15と。あ、はい、お間違いないですか？はい、めっちゃ好きです。びっくりされるよな。ポテトもう15本になるよな。フェアでもネズミだろうと思って。あれ、先端バイトしてんのフェアでもネズミじゃなくて、ここに期待してきて、あ、お待たせした。え、お待たせした。とりあえず待ってね。ちょっと、あれだな、ホールにはまだ足りてないか。そうだね。ホールにするホールせっかくならさ、ホールで食べたいやん。じゃあまあ、もうちょっと頼んでくれるか。そうなんですか。とりあえず来たからね、俺はね。ピースしないでくれ。記念で。3年ぐらいラーメン屋で働いてて、ちゃんとホールじゃなくて作る方。ああ。だから俺結構ね、そこら辺厳しいのよ、ラーメン。なるね。厳しい評価下る可能性全然ある。全然ある。怖いなぁ。はい、こちら味噌ラーメンになります。うまそう。うまそうね。で、これがタイの塩だしラーメン。うわー、これか。うわ、贅沢。めちゃめちゃうまそう。これで僕のね、ラーメンが揃いました。このミルクレープなんですけど、あと4つなんですけど、在庫あと3つしかなかった。3つで大丈夫です。されたものでしたら用意できるんですが、量的には4つになるんですが、あ、それ大丈夫。申し訳ございません。全然大丈夫。僕たちが悪いんで。ありがとうございます。申し訳ないです、なんか。いや、持ってきた。そりゃそうだよ。持ってきた。達成したよ。怖かったよ、これ。まさか、在庫なくした。1500円。待ってください、待ってください。ペロ。あ、でも答えさ、なんか。待って。止まんない。余裕そう？え、全然余裕でしょ。余裕？こんなん余裕でしょ。お前は？え、全然余裕な気がする。余裕？いただきます。うわ、うま。普通に幸せだよ。あれ言ってこれ一人手ができんのか。やばいこいつ。あ、余裕。え？味はどう？味おいしい。でもごめん、結構ラーメン厳しいって言ってたじゃん。もしかしたらコクをつけちゃうかもしれない、うん、シアのラーメンなんてって言ってたけど、どうなんですか？めちゃめちゃうまい。あれさ、こいつ浅い。白いもうまい。こいつ浅いぞ。カップ麺でも全然満足できる。なんでも全然うまい。あ、なんでもうまい、ラーメンは。そういう人なんだ。そうそう。この前だと、こっちにディップしてたじゃん。なんだ、それは。味変だと思ってなんかもうポテトが嫌すぎて、なんだこの紙食べようかって。味変で、味変でいけんじゃないかな。
ミニクレープ準備中になってる。これからさ、経歴書とかでさ、中央大学付属高校卒業、はいはいはい、中央大学卒業、うん、ミニクレープ準備中できるかな。オッケー、できるんだ。資格、もう昨日もう俺疲れてるから、俺たちが幸せになれるようないい企画組もうっつってこれにしたじゃん。全然間違ってたよね。なんでだろうね、もうやっぱ YouTube から離れらんないんだな俺だ。はい、4つ、あと1個。俺とりあえずこれ1杯完食しました。はい、2杯目完食しました。5個目完食。3杯目完食しました。正直さ、どれが一番うまい？正直なこと言うとね、170円の味噌ラーメン、これ一番美味しかったです。あー、おー、スタイルじゃん。ちょっとね、なんかまあひねってる感がね、好きじゃなかった。もう一杯買いに行くとしたら味噌かな。なんかね、変に具材入ってない方がね、パパっていけんの。聞こえたな。もういいって。もうこれタコとか食べれる。待って、マジこれ何？あこれあれやん。何これ？本格ひなめラーメンやん。もう忘れてるやん。年来る間に忘れてるやん、お前。本格だもんな。その顔はうまいよ。めっちゃうまいよ。今なんか押し殺したぞ今。なんかグッて言ったよね。なんかグッと押し殺した。すごい美味しいっす。いや全然食えるわ。うまいっすか？目が無理してた。今目が無理してた。4分あってきたのか。残り4分だった。すげえ、マジですげえ。やっぱこいつなんか大食いキャラを語るだけはあるよな。やっぱケニーがめっちゃ手止まってるわ。一回口入れてから考える。じゃあ口入れたらマジでやばい。マジでやばい。はい、耐えられた。待って、お前やばいわ。お前もうそのモード入ってるやん。もうとりあえず入れるモード入ってるやん。うまっ。これさっきからうって言ってるんだけどさ、これ馬がこう噛んじゃってる。馬って言おうとしてんだけど噛んじゃって。こいつではない。こいつじゃない。こいつじゃない。でもなんかだんだんこの油に注目するんじゃなくて、じゃがいもに注目してきたわ。だんだんじゃがいもの味が出てきた。もう食べ過ぎて思わず右利きになっちゃった。はい。また次元違うやん。ちょっと元がトイレ行ってる間にこちら軟骨の方を、ね、プレゼントしたいと思います。あ、絶対違くないよ。すごーい幻覚かな。これ油取りすぎて幻覚見えてるのかな。唐揚げ長い。いただきました。だけえ、オッケー、いただきました。なんだこれ。で、本格四川火鍋ラーメン完食。今一番食べたいのがイクラ。イクラとかとびっこ系を見て、お前寿司見て食べる。お前マジすげえ。カヤコーン。これに関してはうーわ、カヤコーン。お茶と、そう同時に、せーの、パンパン。よいしょ、パンパン。お願いします。もううちだもんな。じゃあ行きます。じゃあスシローのデザートに乾杯。じゃあそんなわけで無事ね、食べ終わりましたと、はい、スシローさんに感謝して、ご馳走しましょうか。やっぱスシローは寿司がうまい。スシローは寿司がうまい。皆さんも寿司食べてみてはいかがでしょうか。スシローで。